はあ、やっぱりカエルの子はカエルなのね。今からあんなものに興味を持って将来が心配だわ。ジャンみたいにならなきゃいいけど。静かね。あの子ももう手がかからなくなったし、キングもいなくなっちゃったし、ジャンも少しはまともに働き出したし、二人目もいるけど、少しは私も自分の時間が作れるようになったわ。なんてのどかなのかしら。やっぱり平和が一番ね。あら？ってことは石球にまだ問題があるからなんだ。その問題を解決してこそ科学の進歩があるのさ。違うわよ、この窓のことよ。またも失速しちゃったか。翼面積がやっぱり足りないのかな。ねえママ、パパどこ？パパは大学に行ってるわ。ってそんなことより、もう危ないことはやめてちょうだい。心配事はパパ一人でもうたくさん。大丈夫、パパだって昔は空を飛んでたんでしょ。だから心配なのよ。パパの発明は必ず失敗したのよ。大丈夫、パパの意志は僕が継いだんだ。きっといつかちゃんと飛べる飛行機を発明して、僕がママの先祖が住んでたっていう遠い国に連れてってあげるよ。そうね、ありがとう。パパと同じことを言うのね。もう一度空へ連れて行くなんて。だって僕はパパの子供だもん。その時はアトランティスの力なんか借りずにね。アトランティス？ううん、なんでもないわ。ママの生まれた星はあなたやジャンと同じこの地球ですもの。昔あなたのパパが私を助けてくれて、みんなで守ったこの地球のね。今日私がここにいられるのもみんなのおかげですもの。どうしたの、ママ？ん？ちょっとね、ママの子供の時はね。でもね、ジュニア、お空もいいけど、ママは毎日が退屈なくらいに平和で、毎朝お洗濯をしてこうやってあなたたちの食事を作っている時が一番幸せなのよ。でもさ、ママ、たまにはうちでもお肉が食べたいな。